さあそれではですね、続いての試合いきましょう。ベスト4の戦いです。この試合に勝てば決勝戦に残ります。それでは準決勝第1試合、選手の入場です。ワンピー側、東京エリアゲーム UFO 神石寺店代表リキ。スーピー側、海外エリア台湾代表許元翔。さあもうここまで来れば何も言うことはないでしょう。握手をして席についてください。握手をして席についてください。はい、準決勝までやってまいりました。それでは行きましょう。準決勝第一試合、レディーファイ。さあワンピー側に座っているのはリキ。さあパワープレイを得意としたリキですが、相手にするのは今日、さあ一風変わったキャラなだけに、このパワープレイヤーリキがどう戦うのか見ものであります。さあ今日はまたここで悩む。件数は今日はいけると踏んだが、今回は件数はすんなり決まりました。さあ最終的に決めたのは先ほどとやはり一緒、リーダーの両坂崎。さあクーラー件数両坂崎。さあやはり台湾ここまで上がってきました。さすがにここまでプレイヤー性能が高いとはさすがに予想できていませんでした。さっさとしていきます。ワンピーガーリキ、先方に出してきたのはラルフ。いきなり突っ込んだところに昇竜で冷たく返される。さあ前を取って、今日の前の取り方が絶妙のポイント。さあ MB で、さあ少し抜いたところに逆に投げられる。ジャプシーで倒せていく BB 昇竜、端っこに固めてるのは今日。さあリキの得意の前に入らせない。さあここら辺の前の取り方のさすがといったところ、アンブロックの足軽にベインスピン、ダウンを奪って、さあゼロキバで返す。さあイレブンといえばこの技、ゼロキバ。さあレースピンで返して投げる。さあここからリキの置き攻めの時間、ぶっ飛ばして、さあまずダウン。さあどうする。さあ難しいに来たときに勝利体験、耐久反応が素晴らしいです。さあしかし右側もまだまだ体力を残したところ、ここでこのクーラーを倒せば、さあ上級吹っ飛ばしで返して、さあ力のターン、体力が徐々に奪われていきます。勝利でしっかり返していく。さあたまらず交代です、一撃一殺。さあ掴んだところで交代コンボ。さあどこまで前に決めて上級まで、まだ死なない、まだ登る。さあ追い詰められたのリキ、もうこれはクラーク。しかしリーダー一発決めれば流れが変わるかもしれない。ナッパームのところ2点で勝っただけ決勝進出です。